シコロヤマ部屋は日本相撲協会所属の相撲部屋。現在は二所の席一門に所属している。2002年9月場所限りで現役を引退して、以降は伊豆津部屋の部屋付き親方となっていた年より、20代シコロヤマが2004年1月27日付で二人のうち弟子を連れて伊豆津部屋から軍家独立してシコロヤマ部屋を創設した。2006年12月に、 東京都江東区に部屋を構えた。現役時代に人気力士だった親方の部屋ということで、部屋創設1年で所属力士が10人を超え、2021年5月場所、現在では19人が所属する中規模な部屋となっている。2006年1月場所において豊か魔性が新十両へ昇進し、部屋史上初となる関取が誕生した。2013年7月場所には聖老が、 新十両へ昇進した。2017年12月18日付で、これまで所属していた、時津風一門を港部屋と共に離脱し、どこの一門にも属しない無所属となった。しかしその後、2018年7月に相撲協会は、部屋は必ず一門に属さねばならないとの決定をした。ため、2018年9月21日に、旧高野花一門の大野松部屋、 大竹部屋、千賀の浦部屋、同じく無所属であった港部屋と共に、二所の席一門に加入することとなった。四高老山親方ら三親方、時津風一門を離脱、理事選は、無所属で投票スポーツ放置2017年12月22日。ありがとうございます。